メノウの釣り針ですね。はい。メノウの釣り針の宝箱があったところから、こっちですね。ようやく見つけました。ここにね、人がいますよね。ちょっと喋りかけてみましょう。ようやく見つけた。俺は忘れられた男、いないも同然、気づいてくれなくてもよかったのに。俺のことなんか無視していいんだ。俺はどこにもいない男、優しい言葉なんてかけてくれたら困っちゃうぜ。人恋しくなったら生きていけない。俺の言葉はいつも独り言。生まれた時から今日までずっと一人でいた男。いいっすね。運がいいとか悪いとかそんなことは俺には関係ないね。息をするのに精一杯さ。なぜそんなにしつこく俺に話しかけるんだ。お前も忘れられた男なのか。はい。嘘をつけ、お前を待ってる女の子のところへ帰れ。え？やってもた。また戻りましょうか。俺の言葉はいつも独り言。生まれた時から今日までずっと一人でいた男。これも一緒ですね、さっきと。ここも一緒。ここ、いい演習だからかな。お前も忘れられた男なのか。いいえ。そうさ、そうなんだよな。そうなんだ。お前も早く俺のことを無視しろよ。いいえ。あれ？無理っすね。もう一回行きましょうか。難しいっすね。ここはいい家でしょ。こうなんだ。お前も早く俺のことを無視しろよ。あ、行きましたね。ここに入りたかったんですよね。オッケー。あ、戻れましたね。よかった。なんかできてへん。新たな敵、バーボット。やばいな。あれ？こんなんやったっけ？こんなんやったっけ？なんか違うよな。こんな広かったっけ？で、この目のうの釣り針使ったらいつでも戻れるんでしょうかね。あれ？どうやって出んの？あ、いけるわ。こうか。ん？なんか新しいとこ来ましたよ。研究室ですかね。女の子おるな。これは？回復しましたね。入ってますって。ここはトイレじゃないけどな。今手が離せないんだ。後でおいで。弱虫リズのやつをいじめてたんですよね、先輩。逃げられちまった。リズって将来はコンピュータ関係の仕事に就くんじゃないかな。図書室で大声出しちゃいけないのよ。ちょっと調べていきましょうかね。なんか、風邪をひいた。クラスターっすかね。風邪ひいてますやん。風邪は治らないっすかね。自分の学校で迷子になるなんて、
階段の上の扉には大きな錠前がかかっている。錠前の鍵を探さなかんのかな。まずはこれ直さなかんね。風を。どっか医務室あれへんかったっけ。一番最初入ったとこやんな、これな。ここの辺に、あれ？なかったっけ？あ、これ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 。あ、病気傷は治るけども、風邪は治らない。入れましたね。ここで多分錠前の鍵をゲットできるんじゃないでしょうか。屋上のドアが開かないっていうのか、用務員さんかな。大した問題じゃねえな。そんなことよりうちの女房だよ。毎朝昼まで、眠ってやがって弁当も作らねえ。ひでえ話だろう。お前にうちの女房のことをそんな風に言われる筋合いはないね。出ててくれ。やばいな。いいえとはいの使い方っすね。ひでえ女だろっていうところはいいえにしといたらいいかな。まあ、お茶でも飲んでいくかい。はい。話のわかる子供なら、あ、屋上に行きたいんだっけな。じゃあ、ついておいで。オッケー。屋上にリズがおるんすかね。うちの女房は初代のミス田舎町だったんだ。やるな。鍵は開けたよ。屋上は景色がいいぞ。ありがとう。わあ、いい景色。ここに絶対おるでしょう。君は誰だ。僕はここから出ないぞ。あ、男の子か。出たらきっといじめられるんだから。どうしましょう。僕が大事な友達だって、じゃあ理科室から爆薬を持ち出したことをなまっていてくれるか。はい、今出る。スイートリトル工場で作ってたっていうペンシルロケットを飛ばしてみたくてさ。はいはい。こっちは風邪ひいとんね。なんて、これだけ？催眠術かけてみる。なんもない。街の人に聞いてみましょう。ファミコンしてる時間があったら勉強しなさいって息子に言ってやったわよ。なんて書いてある？例の店、建設予定地、弾丸建設会社。一晩65ドル。泊まろう。多分寝たら風邪治るんすかね。風邪は治らないですね。なんもないですね。ホテルなんで、多分ないと思うけど一応。呼ぶに誰かおるな。どこの町でもレストランの支配人ってミュージカルっぽいのかしら。風邪は治るとこないんすかね。デパート。
線路の大岩なんてさ、弾丸工場の ロケットでぶっ飛ばしちまえばいいと思うんだよね。キャッシュカード預けてるんすよね。北の弾丸工場からバッテリーをかっぱらってきた。すげえ化け物にやられちまった。駅に行くなら覚悟した方がいいぜ。マザーズデイの街の戒厳令は解かれたんだってな。オッケーオッケー。ってことはあの橋も通れるようになったってことだ。Do you understand? これ以上行くとまた敵出てきそうですもんね。ちょっとこの辺で。ホテル、デパート。デパートの上行ってみましょうかね。金はでも200しかないからな。全速スプレーで治んの。ほんで？全速スプレー買います。で、飲んでみましょう。あ、もうないんかい。新しい、武器入荷してんのかな？ありましたね、やっぱり。ブーメランは持っとるんで。E バットとブーメラン同じぐらいのレベルっすね。OK。地図が見られへんのか。預けてしまったな。奥の深いゲームや。スイートリトル工場で作ってたっていうペンシルロケットを飛ばしてみたくてさ。ペンシルロケットを持ってこなかったのかな、ここに。線路っすかね、これね。なんか建物ないっすかね。あ、あった。ロケットが弾丸工場にはあると。どっか入られへん。あ、ありました。よかった。交換できるとこないんすかね、あの預かり証。ここは治るんすかね。これまたちゃうっすよね、町。サンクスギビングの町。安くて早くていい男。よしよし。え、直れへんの？直して。あ、おったおった。オッケーオッケー。あ、直りましたね。よかった。崖崩れで大岩が線路塞いでしまってね、汽車が通れないのよ。この町にダンカンが例の店を作ろうとしてるの。私は大反対。ここか。とりあえずダンカン工場行こう。よい。ここか。ここをダイナマイトみたいななかった。あの岩を崩さなあかんから、工場行かなかのかな？こっちか。めちゃめちゃおもろいやん。で、ピーマンは落とし物の通行許可証を見つけた。と
ということで、この奥に工場があるんですかね。もっとあの世界に戻って預かり所があったよね。その方がいいかもからですね。ただ、なんか、あったあった。ありましたよ。ここじゃないですか。よう見つけたわ。この工場はダンカンさんの持ち物です。通行許可証を持っていますか？見せましょう。たまたま拾ったっすよ。ラッキー。来ましたよ。ちゅうか、野良犬やったんかい、警備員は。めっちゃ弱いやん。来ました、来ました。ファイヤーボール。やっぱレベル上げとったら楽やで。登りましょう。どんどん行くよ。これなんですかね。スイッチ。なんかあんのかな。なんもないな。こっちかな。最上階行ってみましょうか。よーし、進んできたよ。アイテム落ちてそうですね。お、ゆがみ博士、オールドロボ。オールドロボ、お、9か、これ強いですね。これは強い。どっちでしょう。こっち行こうか。ここはあった、見つけましたよ。ようやくフルボケたロケットだ。これ使えるでしょ。あれ、テレパシー、もしかして。え、来たけどなんか何もできへんよ。誰かと一緒に来なあかんってこと？じゃあ一旦ちょっと目の釣り針で戻りましょう。で、ここで、地図をもらいまして、ありました。わかりにくいわ。オッケーオッケー。地図ね。それではね、地図を見てみましょう。ここの地図を使うと、今この辺ですね。マザーズデイからそんなに離れてはない。で、このままずっと北に行くと、さっきの町ですね。で、そのまままた北に行くとサンタクラウスステーションですかね。うん。工場がどっかにあったやけどな。で、今がどこ？あ、もう来てるな。この学校の上にリズがおると。上っぽいわ。上行って右か。上行って右。ここを右やな。これ登らんと右かな。
このはしごかな。ここか。違う。よし。あ、ペンシルロケット見つけましたよ。よった。やった。これや。もう、後のグッズいらん。来ましたね。バッチリ。傷薬使いましょう。よし。で、ペンシルロケットを手に入れると。で、ここで、ファンクズ使うと。ほら。で、一旦ここで回復かなんかしときましょう。あ、しまった。通帳を返してもらうの忘れてましたね。まあまあ。ここで一旦セーブ。あれ？あ、キャッシュカードね。よし。ここか。ここですね。ここでセーブ。で、こっちですね。これでリズと仲間なれるんですかね。これは楽しみ。おっとおった。これなら同じものを作れるかもしれないぞ。理解室に来てくれ。オッケー。あとでダンカンの大工場に行こう。また行かなかんの？あそこにはすっごいロケットがあるらしいんだ。あったよね。もう見つけたけど場所が分かれ。実験失敗したんですかね。とりあえず仲間なってますね。問題はあるやろ。こんな感じっすよね。次の町、デパート。ここですね。ここで、銀行のキャッシュカード。1万お預かりしてる。ラッキー。引き出し、9000円でいこうか。これで9000あるでしょ。えらい引っ張ったな。ここの喘息ですね。喘息と殺虫スプレー、これを買っとかなあかんかもわからんですね。ただで、
喘息をいらなさそうなのは預けときましょうかね。ブーメラン、イーバット。あ、リズが持ってんのか。あ、装備できへんの。オッケーオッケー。あ、これで持つ数が増えるってことか。リズまだ持てるよね。そうなると話は別やぞ。もう一個パン。よし。で、あともう一個傷薬かなんか。傷薬じゃないわ。喘息スプレー。これを買っときましょう。殺虫スプレーは？オッケー。こんなもんかな。二度手間やな。また行かなあかんや。そのためにペンシルロケット持ってきたのに。ロケット工場のロケットをパクリに行くんかな。だからロープとかいるんじゃないですかね。はい、ということでね、ちょっと長くなりましたので、今回はこの辺りにしておきたいと思います。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。